聖書を拝読します。ローマ人への手紙8章12節と13節です。拝読します。ですから兄弟たち、私たちは陸に従って歩む責任を陸に対して負ってはいません。もし陸に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。アーメン。イマヌエル聖歌隊と DC オーケストラが賛美を捧げます。その後、職務代行イシュジン牧師が人が従わせるべき体の行い9回目、口1回目のメッセージを取り継ぎます。アメン。アメン。昨日金曜徹夜2部は1月の癒しの集会がありました。父なる神様の驚くべき力ある技が時間と空間を超えて世界のあちこちで現れて証が送ってきています。癒しのために乗るとき、神様が答えてくださって、リアルタイムで証が伝えられて一緒に喜びました。珍しい病気、糖尿病、脳梗塞、視力回復、痛みがなくなること、五十肩、歪んだり傾いていた体が正常になり、悪い霊が出ていくなど、いろんな病気が癒されました。特に参加した方は証を聞いたと思いますが、そうでない方もおられると思って紹介しましょう。特別な証があります。皆さんもこれを聞いて喜んでいたと思いますが、もう一度紹介しましょう。インドの女性でルパゴランという方です。生徒と今からは呼んでも良いですね。今年1月にこの万民教会に出会った方です。癒されて信仰生活をこれから正しくされると思って生徒と呼びましょう。ルパゴラン生徒です。病名は形成射形頸部ジストニアという病気です。これは自分の意思とは関係なく、筋肉が収縮するジストニアが首や肩に生じたもので、頸部ジストニアとも言います。首の筋肉が異常に収縮し、頭が傾いたり前後左右に動いたり、肩こりや頭痛が起きます。精神的な問題や神経の障害などから来るとされますが、明らかな原因は不明であります。自分の意思とは関係なく筋肉が収縮して動いたり傾いたりしますね。それで不自然な姿勢になるのです。この方は2019年突然首が痛くなったそうです。そして首を動くのが難しくなったのです。病院に行って診断を受けて、お医者さんは鎮痛剤を処方してくれました。それでも痛みはなくならなかったし、首から右の腕に痛みが移りました。よくならなくて大きい病院に行ったら、頸部ジストニアという病名と診断されました。お医者さんは首の運動をするようにと勧めたそうです。多くの薬を飲んだんですが、効き目はなかったのです。首はもっと傾くようになって、痛みは我慢できないほどひどくなりました。薬を飲んで良くなったのではなくて、もっとひどくなりましたね。痛みによって眠れなくて、夜は苦しみそのものでした。それで死にたくなったそうです。体の痛みもひどくて、そして不自然な姿勢になるから、周りの人の目を気にして心理的なストレスも多かったそうです。去年突然このようなことがあったから、どれほど大変だったでしょうか。ひどい痛みといろんなことで死にたくなったそうです。その後、隣人を通してイエス・キリストについて知って、 YouTube を検索してみたら、イゼロク牧師の癒しの祈りがありました。2020年今年ですね、1月10日デリマンミンセンターに電話をして、神の力の映像を見るようにと勧められました。それを見た後、もう一度連絡して、自分も癒されたいと言いました。それで十字架の言葉と信仰の計りのメッセージを聞いて、病気は罪から来るということを悟りました。病気がある方々、主のしもべの皆さんが訪問して進めてくださいますね。10分の1献金を
完全に捧げるようにと、初心のものではなくて今信仰生活をしていても問題が解決されない場合は答えを挙げていますが、聞き従わなければ御業は起こらないのです。しかしこの方は教会に登録もしていない初心のものですが、自分の病気があまりにもひどいし、病院とか薬では解決できなかったのですね。珍しい病気で、その原因もわからない病気なんですけれども、でもイエス・キリストについて知って、そしてイエス様を信じるようになって癒されたいから YouTube で癒しのための祈りを受けて、そしてそこに連絡先が書いてあったので、インドデリマンミン教会の方に連絡したら、神の力の映像も見るようになりました。インド万民教会の働き人が正しく教えてくださったんですね。まずは神の力の映像を見ると、人の医学や科学でできないことを神様の力でできるんだ、イエス・キリストの御名によって癒されるんだと見るから、自分も信じるようになって、自分も癒されたくなるようになるのです。そしてその次は十字架の言葉と信仰の計りのメッセージを聞くようにと勧められて、それに聞き従いました。そして病気は罪から来ることを悟って、その後今回の癒しの集会に参加しました。イスジン先生が祈ってくださる時、体に火がのぞむのを感じて悔い改めました。歩いてみようとしました。映像をご覧ください。癒される前の姿です。珍しい病気によって頭が傾いたり、前後左右に動いて不自然な姿勢になっていますね。全身に痙攣があって、とても不自由な大変な状態でした。そのような状態で参加して、祈りを受ける時、火がのぞんで悔い改めて、そして歩こうとしてみました。そうしたら腰をまっすぐに伸ばすことができて、首も柔らかくなりました。首と肩と背中の痛みもなくなっていました。そして歩いてみたら痙攣が目に見えるほど減っていました。皆さん、違う人のように見えるのでありませんか？この方が前そのような病気があったということは、その映像を見ると首は少し痙攣があってちょっと傾いていますが、でももう普通の人のように正常になっているのでないでしょうか？どれほど不思議でしょうか？皆さん、不思議でないでしょうか？これが偽りですか？作り出したものですか？でち上げですか？わざと作って癒しの集会があるから演技をしたりして作ったものでしょうか？そうではありません。この世に神様の御業が起こっているのに、それを見ても何にも感じていないなら、それは良心が邁していることでないでしょうか？牧者が祈ったハンカチによってこのような御業が現れているのに、今はリバイバル連続政界でもないのですが、このような重い病気を持っている方が今回の癒しの集会に参加して、神様が備えてくださった方々なのです。大きい証があってこそ、私たちが見て驚いて信仰を持つことができるからですね。例えば腰の痛みなども、本人にはとても大変なことです。ですから講壇に上がってみんなが証しようとするんですね。またお年寄りの方の場合は、自分の病気が自分にもあまりにも痛くて大変なことだから、それが癒されたことが嬉しくて、それを話したくて上がってくるのです。送迎礼拝の時、ある方の証があります。70歳の子以上の方なんですが、歩いたり動いたりすることも不自由だったし、立っていることも不自由だったんですが、講壇からの祈りを受けて癒されましたね。その後、私はその教区長からその証を聞いたんですが、ある日ある方が私のところに来て、手を握ってありがとうございますと言われるのです。それで、ああ、その時腰が癒された方なんですと、私も
それを見て驚きました。今は腰がまっすぐになって、本当に元気に見えたのです。それで、前少し痛かったのかなと思ったんですが、でもその方はこんなふうに立っていることもできなかったんですというのです。でも癒された後は本当に健康になって腰もまっすぐになっていて、全然痛かった人とは見えなかったのです。そしてその後私のところに来てよく挨拶をするのを見てとても感謝でした。驚くべき神の力によって癒されて、また答えていただいていて感謝です。皆さん、このような神の御業、癒されたことを見て聞くとき、それによって信仰を持ちますように。偶然の一致ではありません。偽りでは絶対ありません。偶然の一致でもありません。神様の御業を否定してはいけません。それは自分の信仰の成長や救いの問題にも影響がありますから、このような証を聞いて信仰を持ちますように。今証した方は自分の人生が新しくなったと一生懸命信仰生活をすると言っています。最近新種コロナウイルスによって世界的に問題になっていますね。金曜徹夜礼拝の時、生徒の皆さんに聞いてみたら、皆さんは恐れはありませんと言われましたが、なぜでしょうか。今まで万民の歴史を通して驚くべき神の力ある御業を見てきたからです。このような流行性の病気もありましたが、あるたびに道家女先生が前もって祈ってくださって、私たちは守られました。ひょっとしてそのような病気にかかったとしても、道家女先生の録音された癒しの祈りを受けたりして癒されて、それで何の問題もなくなったし、祈りを受けてすぐ熱が下がったんですね。子どもの場合は学校でそれに感染してくる場合がありますが、道家女先生の癒しの祈りを受けて、それで熱が下がって癒されたこともあったし、世界的に流行する病気があっても、道家女先生が祈ってくださった時、その場に参加していない方でも道家女先生が集会に行って祈った時、死亡者が急に減ったのでないでしょうか。今新型コロナウイルスが流行っていても、私たちには心配はありません。道家女先生が私たちを心に抱いて祈っておられるからですね。道家女先生は生徒の皆さんに心配しないようにとまた伝言をくださいました。私もその信仰によって癒しの集会の時、切に祈りました。今中国では新型肺炎によって影響が大きいんですね。世界的にも流行していますが、2月1日の発表によると感染者は12,000人、死者は200人を超えていますが、今は300人を超えているそうです。それで世界保健機関 WHO がこの新型コロナウイルスについて国際緊急事態を宣言しました。このような状態ですが、私たちは神様が守ってくださることを信じています。もちろん衛生も徹底的にしなければ、守らなければならないんですが、自分が注意しても人の力ではできないことがありますね。このような動機、神様が守ってくださるから私たちには恐れがないのです。この神様の守ってくださることへの確信、そして癒しの集会の時、神の力の技が現れるのを見て、ある方は体験するんですね。それでそれが熱い火のように臨んだり、またすっきりする感じがしたり、体にも感じられるようになりますね。熱くなったり涼しくなったり、これを体で感じて、それで癒されたと確信しますけれども、皆さんが体験することより、実際霊の世界にはもっと多様なことが起こっています。それが肉眼には見えないんですが、霊的な世界では、霊の世界では起こっているのです。例えば神様が恵みを注いでくださるとき、それが波のように、滝のように、実際水が見えたりするのですね。でなければ光の日差しが見えたりするのです。
そして私たちが祈るとき、心の願いを神様に求めるんですが、実際御使いが紙にその内容を書いて持っていく、このような姿も見えるんです。霊の世界にはそういうことが確かにありますが、私たちの目には見えないだけなのです。神様の驚くべき御業が現れるとき、霊の世界で起こっていること、皆さんも知っていたら良いのですね。でもこれを話をすれば、世の人や教会について攻撃しようとする人はそれを否定して偽りだと言いますが、じゃあ伝えない方が良いでしょうか。特別で良いことは皆さんにもお知らせした方が良いのでないでしょうか。昨日癒しの集会の時、私がこの新型コロナウイルスのために祈る時、神様が大いに恵みをくださったんですが、ある方が霊の目が開かれて見たことがあるのです。それを皆さんに伝えたいんですが、いかがでしょうか。コロナウイルスのために祈る時、上から声が聞こえてきたそうです。人の子らはその病気を恐れているが、牧師の空間の中では何でもないという声が聞こえてきたそうです。そしてこの病気のために祈る時、ある私の周りのある空間が開かれて、その中から白い絆創膏のようなものが入ってきたそうです。傷ついたりするとき貼るものなんですね。白い絆創膏のようなものが数多くその空間の中から出てきて、生徒の皆さんの口と鼻と目と耳に入っていくのが見えたそうです。その絆創膏の形のものはあまり大きくはなかったんですが、詳しく見たら細かい網目になっていて、これがフィルターの役割をすると悟ったそうです。つまり人が人と話をするとき、口から出てくるウイルス菌とかが人の中に入ったりしますね。口から口でなくても目とか鼻とか、また粘膜などに入るようになりますが、握手するときもそうですし、このようなウイルスの菌が体の中に入らないように防ぐ役割をします。今神様が見せてくださった白い絆創膏のようなものがですね、神様の恵みによって私たちに入ったものです。そして浸透したとしても、ウイルスが浸透したとしても、フィルターに精霊の火が囲んでいるから、そのウイルスの菌を焼き尽くす構造になっているそうです。癒しの集会の時、神様がこのように恵みをくださったのです。祈っている時、実際霊の世界ではこのようなことが起こったのですね。それで信仰によって祈りを受けた方には、このような神様の恵みをいただくのです。優しい神様ですね。これは私が何か偉いからではないんです。愛する道会長先生が、今拡散しているコロナウイルスに生徒の皆さんが感染することを防いでくださいと神様に祈ったことによって、神様がその祈りを聞いて、私が癒しの集会を導くとき、祈るとき、生徒の皆さんのために送ってくださった愛のプレゼントなのです。道家女先生の祈りの答えとして神様がくださった愛の印なのです。道家女先生の愛を覚えてください。ですからこのような祝福の場には参加しなければなりません。その時間その場所にいた人に望まれた恵みでないでしょうか。その恵みを信仰によって受けて、いつも皆さんが生活の中で精霊に満たされていると、どんな病気も病原菌も入らないように守られるのです。エジプトに唐の災いが臨んだ時、イスラエルの民は守られました。神の力によってです。万民は今までそれを体験してきたのですね。ですから中国にも生徒さんが多くいますが、まだ万民の生徒は感染者はいません。このように神様が私たちを守ってくださっているのです。これからも守られていくので、いつもその信仰と精霊の満たしを保っていきますように。そして皆さんのために、実際霊的にこのような保護膜を
覆ってくださったのです。でも自分が世と世を愛して罪を犯すなら守られなくなるのです。ですからこの恵みを感謝して信仰生活を正しくしていきましょう。メッセージに入ります。前回は人が従わせるべき体の行いの中で耳について調べてみました。耳にするすべてのことが全部正しいことではなく、聞くからといってすべてが自分に益となることではないので、誠であることを聞いて真理を持って聞き分けなければならないと伝えました。自分が聞くことを従わせることができなくて、裁き、罪に定める言葉、真理でない言葉に耳を傾けて信仰を失うこともあると伝えました。ですから聞くべきこと、つまり善と真理は、真理には耳を傾けて聞いて、真理でないものは聞き流さなければなりません。このように耳を従わせて真理と善に属するとき、聖霊の声を聞くことができ、速やかに変えられます。これから聞いたこと、心に入れられたものをどのように言葉に出すのか、口について調べてみましょう。韓国のことわざに、占領の借金も口先で返すという言葉があるし、また口は災いを呼ぶ門であり、舌は首を切る剣であるという言葉もあります。これは言葉の重要性を表現しています。言葉は相手だけでなく自分にも変化をもたらします。例えばすることはすべてうまくいく人の共通点には、口癖のように自分は運がいいと言ったり、親や家族にあなたはうまくいくだろうとよく言われた人の場合です。反対に親の言語暴力が子どもの脳に一生傷として残るという研究結果もあります。親の言語の虐待を経験したことがある人の脳を分析した結果、言語表現と理解、感情を調節する担当の領域の神経回路が一般人と違うのが見えたそうです。一般の人は神経が太くて強くつながっているのですが、慢性的に親の言語虐待を受けた人の脳は神経回路が狭くなったり弱くなって切れていたそうです。つまり言語的な知能と理解力の低下、うつ病と不安、そして身体化障害という状態が現れるそうです。これは身体の病気と思われるような身体症状がありますが、身体の診察や検査ではそれに見合った所見がないことです。また解離性障害もありますが、解離性障害とは自分が自分であるという感覚が失われている状態です。このような問題がある場合がよくあるのです。ですから普段口にする言葉がこのように多くの影響を与えるのです。聖書でも言葉の威力についてこう書いてあります。ヤコブ 3-2、 私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。6節、舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれますとあります。自分の舌が体全体を怪我します。また人生の車輪を焼くことがあるということです。自分には認識できなくても、本当にこの言葉の威力が大きいのです。箴言 18-21 です。死と生は舌に支配されるともあります。このように口の一言によって、人が死ぬこともあり、生きることもあり、事業が潰れることもあり、成功することもあります。一言によってだけではなくて、その口の言葉が習慣になり、自分の人生がうまくなったり、また失敗することもあるし、滅びることもあるということです。夫婦の間で一言を間違って、それが火種になって、結局は離婚する場合もあるし、それによって子どもたちと両家に大きい苦しみを与えたりします。社会的にある程度の地位にいる人なら、
その人の言葉一言によって社会を生き返すこともできるし、反対にその社会全体に大きい物議を醸すこともあります。まるで火をよく使えば大きい役に立ちますが、間違って使えば火災を起こして莫大な被害を与えるように、言葉の威力はこのように大きいのです。信仰人として気をつけるべきことがありますが、それは聖霊に逆らう言葉を言って冒涜することです。このような人は誰であっても、この世であろうと次に来る世であろうと許されないとあります。また12-31-32、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし御霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子らに逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんとあります。これはイエス様が言われました。なぜこのように言われたでしょうか。人が御霊に逆らう冒涜を言ったり、また聖霊に逆らうことを言ったりするというのは、聖霊がないと否定した言葉を言ったからではなくて、イエス様が聖霊の力によって驚くべき力ある御業を表しました。そして言葉によって悪霊を追い出してくださったのですね。それで人は悪霊が追い出されたから平安になりましたが、これを見てイエス様を妬んで憎んでいた人々は、それについて彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言っていたのです。神の力の技を見てもこのように悪意を持って口にした言葉をイエス様が聞いてこのように言われたのです。それは御霊に逆らう冒涜であり、聖霊に逆らうことを言ったことだと許されないと言われたのです。信仰がある私たちは決してこんなことがあってはいけないでしょう。霊の世界、また神様の御業は人の思いでどうして理解できるでしょうか。人の限界のある目でどうして霊の世界を見ることができるでしょうか。見つかりはありますね。しかし肉眼では見えません。だからといってないと言えないのです。神様を信じない人は見つかりの存在を否定するかもしれませんが、私たちは神様を信じて霊の世界を信じていて、聖書に記されていることを信じています。ですから私たちを助ける見つかりもいて、私たちの行いを記録する見つかりもいることを知っています。目に見えないからといっていないのではありません。霊の世界はこの肉の世界と共存しています。天国だけではなく、私たちが住んでいるこの世の中にも地上でも霊の世界は共存していて、神の御業が現れています。しかしそれを疑ったりして、それは膨らませて言っているのではないか、大げさだとか作り話だとか、このように口で否定することは神様との間で罪の壁になります。そのような言葉によって罪が許されないという意味ではないんですね。聖霊を冒涜することとは違いますが、しかしイエス様がどんな状況でこの話をされたのかを悟ってみてください。イエス様が悪霊を追い出したのを見て、それについて悪霊どもの頭を使ってしたと言われたので、このような言葉を言われたのです。もちろん神の力ある御業を見て、それを疑うか認めるかはそれぞれがすることですが、決して口でそれを口に出して罪の壁になることはあってはいけないでしょう。私たちの口は自分の命を保ったり、また失ったりすることもあるし、家族や団体、周りの人にも影響を与えることを覚えてください。それでいつも気をつけて、自分だけではなく周りの人にも苦しみではなくて利益を与えて命に導く言葉を口にしましょう。自分の口の言葉によって自分も苦しむようになり、また病気が癒されないこともありますが、自分の口にした無駄な言葉や自分の信仰のない言葉によって周りの人も信仰を失うようにすることがあります。前回は耳について説明しましたね。そのように信仰のない人の言葉や真理でない言葉には耳を傾けてはいけないと説明しました。ですから聞くことと話すことはつながっていますね。ですから自分の口にする言葉によって相手が聖霊に満たされなくなったり、恵み受けられなくなったりすることは自分の罪となるのです。しかしそれを相手に謝ることもなくそのままいるならどうでしょうか。
自分の口の言葉によってそれが自分にも害になることもあるし、相手の信仰生活にも害を与えることもありますが、こういうことは絶対あってはいけないでしょう。口の言葉は2つあります。自分だけでなく相手を苦しめる否定的で無駄な言葉があり、すべての人に命を与える肯定的で益となる言葉があります。言葉で失敗をしない完全な人になるために、捨てるべき無駄な言葉には偽り、冗談、汚い言葉などがあります。偽りには陰口、仲たがいをさせる言葉、文を超える言葉などがあります。今日は否定的なこと、偽りなどについて説明します。まず偽りについて調べてみましょう。偽りのタイプには3つがあります。第1、していないことをしたと言ったり、したことをしていないということです。これは自分についてもそうですが、他の人についてもそうです。自分がしていないことをしたと言ったり、したことをしていないと言ったりすること、またある人がしていないことをしたと言ったり、したことをしていないということも偽りなのです。自分もまた他の人についても同じですね。していないことをしたと言ったり、したことをしていないということも偽りです。自分の利益を求めるためにこういう場合があります。自分がしたと言うなら叱られるから、していないと嘘をつく場合がありますね。代表的に人について偽りを言うことの中で一番悪いことは偽りの証言です。この偽りの証言によって罪のない人が大きい損害を受けたり、命がかかる場合もあります。偽りの証人ではなくても、自分の偽りによって他の人が被害を受けたなら、これは大きい罪です。ある場合、その人が嫌だったり、その人がしていることが気に入らなくて、その人がしていないことについて偽りを作って、それを他の人に伝えて困らせることがあります。世の中にはこういうことがよくありますね。子どもたちの間でもそうです。例えば友達が憎くなって、その友達について偽りを先生に告げたりするのです。その友達がしていないことをしたと言って、それで苦しめることがあるのでないでしょうか。このようなことは親の皆さんが子どもを育てる時も気をつけなければならないし、そして子どもは兄弟の間でもそうです。互いに妬んだり憎んだりしたり、また自分が何か悪いことをしておいて叱られたくなくて、弟がしたとか言ったり嘘をつく場合があります。これも全部偽りなのですね。子供の時からこのように偽りがあるから、大人になって自分の利益のためにどれほど多く偽りを言うでしょうか。自分の利益を求めて、またはその人が嫌でその人を苦しめるために偽りを言う場合もよくあるのです。ですから私たちは全てを正確に見分けなければなりません。このように他の人を苦しめるために偽りを言ったとき、すぐそれがバレないときは自分に害が与えられないと思います。しかし善であれ悪であれ、裁かれる神様は全てご存知です。そしてこの地上では自分の偽りがバレなかったからといって、それが責任を問われなかったからといっても、審判台の前では裁かれるようになるのです。このような偽りによって、また自分にいろんな困難と問題がやってきているのに、それを悟れないまま苦しみに遭っている人がいます。過去自分が偽りを言って他の人を苦しめたことがありますが、しかし自分はそれによって自分の不利な状況を免れたと思いますが、でも実際そうではないのです。人に害を与えて偽りを言った人は結局後で問題としてやってくるのです。しかし悟れないだけなのです。私たちは裁かれる神様を知っていますね。神様は全てご存知であることを知っているのに、どうして今の自分の利益のために偽りを言うでしょうか。自分についても相手についても偽りを言ってはいけません。
大きくても小さくても自分の利益のために偽りをする言うことはあってはいけないでしょう。しかし、悪い意図で偽りを言ったのではないのですが、言葉数が多かったりおしゃべりだったり、また無駄な言葉によってそれが偽りになる場合があります。皆さんが口にしたすべての言葉を覚えているのではないんですね。そして忘れてしまうのです。それでこう言ったのではないですかと言われても、いや言ったことありませんと言うのです。ですから聖書には言葉数が多いところには背きの罪がつきものとあります。ですから言葉数も減らさなければならないでしょう。そして一瞬感情的になって自分の口にしてしまったことを忘れる場合がありますが、それに気をつけてください。明白な偽りだけではなく、神の子供なら日常生活でも生活での軽い嘘も捨てなければなりません。軽い嘘とか悪意のない嘘がありますが、韓国人はよく人に会うと食事されましたかと聞かれますが、その時相手に気を使わせたくなくて食事をしていないのにしましたという場合がありますが、これも実は偽りなのです。このような場合、賢く答えをすればいいですよ。あ、またまだしてはいないんです、これからしますとか、まだしていませんがお腹が空いていないので、とこのように柔らかく遠慮すればよいでしょう。そして欲を持ってとか相手に傷つけようとする悪い意図ではないのですが、相手のために、相手の命を助けるために嘘をつく場合があります。これは自分の利益を求めることではないし、良い意図で言った場合ですね。このような場合は神様もそれを偽りだと罪に定めることはないのですが、でもこのような時も正直に言った方が良いでしょう。偽りの第二のタイプは、言葉を伝える時付け加えたり減らしたりすることです。自分の思いや感じによって言葉を付け加えたり減らしたり、また膨らませたり削ったりする場合があります。ある人の言葉を伝える時もそうですし、また自分が何かを見て自分が感じたことを付け加えたりして伝えるのです。それでそれが結局は偽りになる場合があるのです。例えば食事に自分がちょっと遅く行ったとしましょう。行ってみたら他の人はもう食事をしているんですね。それで座ってテーブルの上を見たら、自分が好きなおかずが少ししか残っていないんです。他の人がもう食べたんです。そうするとどう言いますか？あ、全部食べてしまった、一つも残ってないと言うのです。少しは残っているのに全部食べたとか一つも残っていないとか言うのです。これも付け加えたりすることなんですね。そしてある集まりで自分の意見があってそれを言いました。そして何人かがそれに同調してくれます。2人か3人ぐらいが同調してくれて、あとの人々は何も言っていないんです。それで自分の意見を出したとき、他の意見を言ってくれる人がいないとしましょう。実はそれはこの人はちょっと気が強くて、周りの人は言い争いたくないから他の意見を出さなかったのです。でもこの人は、あ、私が意見を出したとき2人3人ぐらいがそれに同意してくれたのですね。それでみんなそれに賛成してくれたとこのように膨らませて言うのです。自分の利益とか意見を強く主張するために膨らませることです。これも偽りです。みんながそう言っていましたとか、みんなが賛成したことなんですと言ってはいけないのです。私たちはこのような些細なことも、神様主に似せられた完全な人になるためには口の言葉を気をつけなければなりません。特に言葉を伝えるときはもっと気をつけなければならないんですね。録音機のように同じように伝えることは難しいのですが、最大限それを言った人の意図を正確に伝えようとしなければなりません。口調とか声の大きさとか表情によって内容が変わって伝えられる場合があります。例えば
句読点や助詞を間違えると全然違う内容になってしまうことがあるのです。例えば乾燥気を使うという言葉と乾燥機を使う、どうでしょうか。このように句読点や助詞を間違えると全然違う内容になってしまうのです。これはもちろん言葉の失敗かもしれませんが、しかし自分が何か意図を持って伝えたりでなければ、自分が持っている思いとか感じが付け加えられて間違って伝えられて、それが問題になる場合もあります。私も今頭として使命を果たしていますが、周りの人が私の思いとか考えとかを誤解したり、または当てずり量で決めつける場合があります。例えば私がある人に使命を任せたとしましょう。そうすると周りの人が、先生はその人を信頼して認めてくださるというのです。私はそんな意図ではないのです。その人が落ち込んでいるから、その人が元気を出すようにと願って励まそうとその使命を任せたのですが、周りの人が、先生はその人を信頼しているとか、このように他の人に伝えたことがありました。それで、あ、人って自分の思いによってこのように伝える内容が変わってしまうんだと思いました。これも偽りと言えるでしょう。ですから、自分が見て自分が感じたことによって当てずり量で決めつけたりしてはいけないでしょう。そしてそう思ったとしても、それを口にすることも気をつけなければならないんですね。これは裁きにもなります。聖書ではこの裁くことと罪に定めること、また測ることについて警戒しています。人は人について自分の考えによって当てずり量する場合がありますが、これに気をつけなければなりません。そして言葉を伝える時、大きい問題がなる場合があります。言うべきではないことを伝えたりして仲違いをさせる場合があります。もちろんそれを伝えた人は悪意からではなかったと言うかもしれませんが、自分が伝えた言葉によって人と人との間を離れさせる場合もあります。その話を聞いた人が互いに誤解して機嫌を損なうようなことを伝えたからです。例えばある人が失敗をして、目上の人がその人について勧めました。それでその人がそれを悟って直しましたという、この証ですね、この例をある集まりに行って伝えたとしましょう。その時その人の名前が挙げられたんですね。それはその集まりに来た全ての人のために教訓として、一つの例え話として伝えました。もちろんその人はこの場にはいないんですが、でもその集まりに参加した人がそれを聞いて、ああ私もそういう姿があるんだと思って悟って直せばよいのですが、その集まりに参加した人が本人のところにいて、ねえ七次さん、先生が七次さんの話をしましたよと、それで七次さんが前このような失敗をして悔い改めた、それで後で直ったという話をしましたと伝えてしまうのです。そうするとその本人は目上の人についてちょっと気を悪くしてしまったり、誤解してしまうこともあるのですね。それは気をつけなければならないでしょう。伝えるとしても、あ、今日ある集まりに行ったら先生が七次さんの証しをしてくださってとても恵みを受けましたと言えば良いでしょう。でもその内容は、前その人がなんか失敗したことなんですけども、恵みを受けたからそれを伝えてしまうのですね。そして自分の感じを付け加えて伝えてしまうのです。でも相手の立場を考えなければならないんです。ですから自分が話すこの言葉によって、聞く人の方では気分を損なうような言葉ではないのか、もしかして人と人との間に誤解するようなものではないのか、前もって気をつけなければならないでしょう。もちろん良い意図で伝えたとしても、それを聞く側ではちょっと気を悪くして、それで二人の間が仲違いしてしまう場合があるのです。気まずくなってしまう場合もありますね。
このように人と人との間に仲違いさせたり、また離れさせることがあってはいけないのです。そしてある人の悪い面について伝えながら、自分と比べて自分はこんなにの良いことをしたとか、自分をアピールするためにこのように言う場合もあります。それはその心の中に悪意があるということなんですね。神様はその心を全部ご覧になっています。自分は軽く言ったかもしれませんが、その言葉には自分の心にある罪の性質とか悪と全部つながっているのです。自分の利益を求めて人に愛されたいとか、人を裁く、このようなことが全部口の言葉として出てくるのです。それを発見して、その根にあるものを引き抜かなければならないのです。ですから、何か口にする前にこれを伝えてよいのか、でなければこれは言うべきではないのではないか、このようにいつもチェックして、相手の立場になってから口にしましょう。そしてわざと偽りを言おうとするのではないんですが、間違った報告をして、それが結果的には偽りになったりします。例えばある集まりがあって、その後報告をするとき、何人参加したのかと聞かれたとき、自分が人数を確認していなかったんです。それで、大体何人ぐらいですと報告をしました。でも確認してみたら事実と違うのです。これは偽りになる場合です。その時言って訂正すればいいのに言わないんです。どうすれば偽りにならないでしょうか。真実な人なら、自分は正確に人数を数えたのではないんですが、大体何人くらいになるそうですなるようですと言っておいて、言って確認してからまた報告しますと言って、正確な人数を報告した方が良いのでないでしょうか。これが正確なことで真実な人なのです。しかしそうしないで適当に言っておいて、それが間違っていたのに直さない場合があるのです。もちろんこれは些細なことかもしれないし、悪い意図からそういったことではないかもしれません。しかし心が真理で満たされている人は、いくら些細なことでも付け加えたり減らしたりしないで、自分が知っている真実だけを伝えるだけです。自分の思いとか感じを加えて事実かのように伝えることはないのです。何か話をするとき、これは私の考えです、私がそう思ったことですと思っと言ったなら良いのですが、そのような当てつゆ量で何か報告することはない方が良いのですね。状況を全部正確に把握していないのなら、これは自分が思ったことだと分けて伝えた方が良いのでないでしょうか。そうではなくて、それが事実かのように言う場合があります。これも真実さが欠けている場合です。ですから、自分の言葉に少しでも真実性が欠けているなら、これは根本的に心に偽りの属性があるからです。また自分が知っているかのように見せたくて、正確に知っていないのに自分が知っているかのように見せたくてそうするということを悟らなければなりません。偽りの根を全部引き抜いていない人はどうでしょうか。些細な言葉で終わるのではありません。ある切羽詰まったところになると、人に害を与える偽りを言う可能性もあるから、これを徹底的に捨てて完全な口になりましょう。これくらいは些細なことだし、誰も被害を受けた人はいませんからと思わないでください。なぜ自分が偽りを言ったのか、自分の心の中に偽りの属性があるし、自分が知っているかのように見せたくてそうなるのです。ですから、これを悟って、もっと真実に主に似せられる心になりましょう。偽りの第3のタイプは、自分の考えに合わせて相手の心を当てつゆ量で決めつけて、裁いて罪に定めて非難することです。人は人の表情とか行いを見て、また話を聞くとき、自分の感じと思いに合わせて人の意図を裁く場合があります。そしてある人は勘がいい人がいます。すぐ分かるという人がいますが、でもそれも裁きになるのです。全てを知ることはできません。
そして信仰がある人、自分より信仰が上の人を全部わかることはできないのです。だからいくら勘がいい人でも、互いに親しい関係だとしても相手の心を全部わかることはできないのです。そして相手は全然そういう気でないのに、自分が裁いて真実でないことを伝えるなら、それは偽りになるのです。もちろん口にした言葉、単語そのものは合っているかもしれませんが、どんな心からどんな意図で言ったのかはわからないのでないでしょうか。例えば会社である同僚が目上の人に言って、もう褒めてあげたり、飲み物ももてなししたりして、よく対しています。それを見て、あの人は早く昇進したいからへつらっているんだと思います。これは人を裁くことです。思いの中で裁いていますね。それを口に出して他の人に伝えて、ひそひそ話をするのです。しかし実際あの人は成長するとき、自分が学んだことが礼儀だと、学んだことが上の人にはよく使えることだと学んだからそうしているだけなのです。昇進しようとしたり、へつらっていることではないのです。でもそれを見て、裁いて伝えるから、それが偽りになるのですね。そしてある場合は、あの人は私を憎んでいると誤解する場合があります。世の人は誤解したと言いますが、これは霊的には裁きになるのです。あの人は私を憎んでいると自分が誤解して裁いて、それで終わるのではないのです。ただ思っているだけではなくて、それを他の人に伝えてしまうのです。何と伝えるのですか。あの人は私を憎んだから、私の意見を無視したと付け加えるのです。このように裁きと偽りが今悪口に発展していくのです。心の中で裁いたのですね。それを人に伝えて偽りを言いましたね。それで悪口を言うようになるのです。それだけで終わるのではないのです。その話を聞いた人も、あの人について裁いて先入観を持つようになるから、罪を犯せるようにするのです。犯させるのですね。ですからこれは大きい罪なのです。後で、あの人が自分を憎んで意見を無視したことではないんだと誤解が解けました、そうするなら、その人に言って謝らなければならないんですね。あの人は私を憎んでいるのではないんだと誤解が解けたなら、責任を持ってその人のところに行って謝らなければなりませんが、普通の人はそうしないのです。自分が言ったことについて訂正しないのです。忘れてしまうのです。皆さん、私たちは自分の心の中で裁いて、それを口に出して偽りになって、人の悪口を言うようになって、それを聞いた人も同じように罪を犯すようにする、この言葉、これによってどれほど多くの罪を犯したでしょうか。しかしそれを全部覚えて徹底的に悔い改めているのでしょうか。そうでないんですね。ですから信仰の強い人はそのような無駄な言葉は口に出さないのです。私たちが意識しないまま人を裁くことがよくあるのです。ですから人の悪い面は見ても、それをそれ以上裁かないし、覚えないし、伝えないのです。しかし人の中に悪があるから、その人私を憎んでいるんだと思って、それを伝えてしまうのです。この悪を捨てましょう。このように相手の心をわからないまま、あの人は高ぶっているとか、性格が悪いとか、自分を憎んでいるとか、裁いて悪口を言う場合がよくあるのです。このような裁きと罪に定めることは、ひそひそ話、また悪口につながることがよくあります。裁きと罪に定めることは、もちろん自分一人で思いの中でするかもしれませんが、ほとんどはそれを口にして、他の人に伝えて、陰口になって非難になるのです。これは大きい悪で、罪であることを知ってください。神様はこれについて厳しく警戒しておられます。癒しの集会の時も、悪い感情を捨てる
ことを伝えましたね。同じこの聖句が出てきました。ヤコブ4の11から12です。これは本当に重要な聖句です。自分の中の思いの中で裁いて罪に定めたこと、これは悪い感情ですね。これが口を通して人の陰口を言うことになってしまうのです。兄弟たちは互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪口を言い、律法を裁いているのです。あなたがもし律法を裁くなら、律法を守るものではなく裁くものです。律法を定め、裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。マタイ7の1から2です。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方は裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測れるからですとあります。私たちの唇は罪を犯す唇ではなく、善を追い求める唇になりましょう。箴言17の9です。背きの罪を追う者は愛を追い求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせるとあります。ひそひそ話をして悪口を言って裁く言葉ではなくて、人を褒めて勇気を与える美しい唇になりましょう。裁きについてもう一つ考えることは、人は決して神の言葉とか御業について裁いてはいけないということです。兄弟を裁くことも大きい悪ですが、神様について自分の思いに合わせて決めつけて裁くことは比べられないほど大きい罪です。特に試練、患難がやってきたとき、困難にあったとき、神様についてつぶやいたり不満を抱いたりしたことはないのか顧みて悔い改めなければなりません。そうしてこそ問題が解決されるのです。今病気が癒されていないでしょうか。いろんな問題があるでしょうか。自分は定めて祈っているのになぜ答えがないのでしょうか。根本の問題があります。原因があるのです。本当に心から悔い改めようと祈れば、聖霊が思い起こさせてくださり、それで悔い改めれば問題が解決されるのです。ある場合はそのように神様に恨む場合があります。祈ったのに答えがない場合、神様はひどい、私を愛しておられないんだと口にしてしまうのです。思いの中での気を落としたり、またちょっと不満を抱いたりすることもありますが、それを口に出してしまう場合があります。神様、私は愛しておられないんですかとつぶやく場合があります。でなければ周りの人に、先生、私はこんなに祈っているのに神様が答えてくださらないんですと言ってしまうのです。あ、まだ答えはいただいていないんですが、私の問題が何か悟るように、速やかに悔い改めるように祈ってくださいと言えばよいのに、どうしてそのように否定的に言うのでしょうか。神様が答えてくださらないと自分の口で否定してしまうから、神様も答えてくださることができないのです。また神の力について、またその力を行う人について裁いたり罪に定めることは、自分にその災いが降りかかることを覚えてください。民数記12章ではモーセの兄アロンと姉のミリアムがモーセについて非難しました。民数記12の8から9、彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って、モーセとはそのように神様が語られるんですね。謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべモーセを恐れずに非難するのか。主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれたとあります。このようにアロンとミリアムに神の怒りが燃え上がったのです。それでミリアムはチャラートに侵されて、モーセの祈りによって治りました。このような裁き、また罪に定めることは文を超える言葉になり、これは高ぶりから始まるものです。こういう姿は決してあってはいけないでしょう。神様の御業、神の力が自分の思いとは異なる場合があります。どうして自分の思う通りに神様が全部合わせてくださるでしょうか。もしそんな人なら信仰が素晴らしい人でしょう。それでも私たちは神様のご計画と思いを全部分かることはできないのです。私たちの思いより神様は大きいご計画があるのです。それでそのために試練困難に遭う場合がありますが、そのような時神様につぶやいたりしてはいけないし、教会のことやまた神の力を行う人について
さばいたりしてはいけないのです。私たちが今していくべきことは何でしょうか。神様の力ある技に感謝して、神様の愛と恵みに感謝することです。このような動機も神様は牧者を支えてくださり、私たちと共におられる証拠を表してくださら本当に感謝しますと、このように感謝の告白を捧げれば皆さん自身の問題も解決されるし、それが信仰になるのです。ある人は何か奉仕を任されたとき、なんで私にこのような茶事用を任せるのかと口で不平を言ったりします。自分が浪費したことを認めてくれないんだとつぶやいたりします。決してそうしてはいけないでしょう。不平を言ったり感謝できないことを口にしたりすると、それは文を超える言葉になるのです。ですから全てのことで神様を認めて感謝する言葉になりましょう。また無駄な言葉のには冗談や雑談や卑俗な言葉があります。冗談は遊びで言う言葉、ふざけた内容の話ですね。これは事実を膨らませて大げさに言うこととかもこれに当たります。冗談をよく言う人は軽く見えて信頼できないから、秘密事は話せないのです。またこのような言葉は聖なる神の子供にはふさわしくないのです。世間話など雑談や世の流行語もそうです。その中には世の流れが世の流れが入っているから、自分も知らないうちに世の流れに染まっていくようになるのです。悪意はないからといっても流行語を使ったり俗語を使ったり世間話をしたりすると、それは天国とは関係ないことでしょう。ですからより素晴らしい天国を慕う人は使わない方が良いでしょう。無駄な言葉には汚い言葉、悪い言葉があります。最近は子どもたちだけではなく大人たちも深刻な言語暴力などが社会問題になっています。ただ汚い言葉、単語だけではなくて人についてけなす言葉とか重傷する言葉があります。ある人はその人の外見をからかったりいじめたりする場合があります。芸能人とかに対してそうしますね。学校がどうだこうだとか、歌の実力がどうだああだこうだとか、このように非難する悪質な書き込みとかコメントによって、公人だけではなくて一般人も深刻な被害を受けて自殺する場合もあるのです。このような悪い言葉、悪質な書き込みによってもし自殺する人がいるなら、その書き込みをした人には責任がないでしょうか。責任がありますね。これは霊的に神様の前にはもっと大きい罪になるのです。ですから生徒の皆さんにはそういうことは当然ないと思いますが、この世の中がそうです。ですからそこまではしなくても、もしかして人について非難したり悪い言葉を伝えている口なのではないのか、顧みてそういう姿があるならやめて捨てていきましょう。マタイ5:22です。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高機会に引き渡されます。また馬鹿者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれますとあります。能なしとはヘブライ語で空っぽの、愚かなという意味です。また馬鹿者とはヘブル語では道徳的な裏切り、反乱、悪という意味が含まれていて、横島なもの、人格的に卑しいものという意味があります。この単語だけではなくて、こういう意図で人を苦しめる書き込みとかあるのですね。このような悪い言葉は相手を大いに傷つけますが、子どもたちや大人たちも何気なく習慣的に意味も知らないまま使う場合があります。しかしその意味は呪いに使う人を傷つける言葉であることを覚えて絶対口にしてはいけません。ヤコブ3:10-11、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。これを覚えてください。自分の口で神様を賛美して祈ります、願いを求めます。しかしその同じ口で兄弟の悪口を言って兄弟を非難する、このような場合があります。
呪いに使う悪い言葉を使う場合があります。世の人は自分の子供にあなたを産んだことを後悔するとか言います。これは呪いの言葉です。このような表現は使ってはいけないのです。自分の口が祈って賛美する口なのに、その同じ口から呪いが出てくる、このような場合神様が答えてくださるでしょうか？できないのです。ですから自分は祈っているのになぜ答えがないのか、どうして居眠りしているのか、疲れるのか、その原因をここから探してみてください。教会に来て賛美して祈っているのに、家に帰ると家族に悪い言葉を言ったり、暴力を吐いたり、また世の人についていろいろ非難したり、悪口を言ったり、このようなことが自分の祈りが今答えがないという原因となるのです。それが罪の壁になってしまうんですね。これまで無駄な言葉について調べてみました。マタイ 12-36、 イエス様は言われました。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければならないとあります。無駄な言葉は口にしてはいけないでしょう。そうした後、心から悔い改めれば神様は覚えていませんが、でも無意識に口にしてしまって忘れてしまった多くの無駄な言葉はどうしましょう。聖書で否定的で無駄な言葉を口にした人は、その口の言葉の報いを受けました。エジプトから出たイスラエル民は驚くべき神の力を見て体験したのに、その恵みを忘れて小さな困難がやってきてもつぶやきました。それで結局は神様の約束の神難のうちに入れないまま荒野で死んだことが分かります。また長子の権利を大切に思わなかったエサウは、軽率に口にした言葉によって長子の祝福を失ってしまいました。また詩式11章の絵札も、戦いで勝つために深く考えないで誓願を立てて自分の娘を全所の生贄に捧げるようになったのです。このようにどんな言葉を口にするかによってその実を食べるようになります。軽率に言わないことはもちろん、一言でも無駄な言葉は口にしないようにお願いします。肯定的で役に立つ言葉については次の時間に伝えることにしましょう。時間がもうこうなりましたので、ここで締めくくりましょう。もしかして皆さんの口の言葉に無駄な言葉があるなら、偽りがあるなら、それを捨てて速やかに答えをいただく皆さんになりますように、メッセージを覚えて祈りましょう。神様、感謝いたします。今日は私たちが従わせるべき体の行いの中で口について調べてみました。私たちが人を裁いたり、罪に定めたり、また偽りを言ったりする、このような無駄な言葉をやめて、真実な思いと行いと口になるように助けてください。間違っていた言葉と行いがあるなら、思い起こさせて徹底的に悔い改めて罪の壁を壊して、答えを思う存分いただくようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された東海女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いを下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、
どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、遅延症、うち病、躁うち病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も溶けて立ち上がり歩き走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてくださいますように、全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと死の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。